何かご用でしょうか。いい感じですね。いい感じですね。ただいまより投票受付を開始します。秋の盾を見据えて実力馬たちが集う東の前哨戦であります。ゲートが開いて飛び出した10頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取って社交テスコサイレンス鈴鹿がかわしていきました。その後ろ3馬身くらいあってビッグサンデー、1番エルコンドルパサー、プレストシンボリ、カタノペリー、ちょっと離れて5番ランニングゲイルであります。
それからもう一頭 TMO 嵐、そしてその後ろからグラスワンダー、しんがりからサンライズフラッグでやります。もう一度先頭に戻りましょう。先頭10番サイレンス鈴鹿、かなりリードしています。そして2番手に6番手、コーナーを回ってぐーんと広がった。パタロペリーは6番手といったあたり、サイレンス鈴鹿が大きくリード。先頭はサイレンス鈴鹿、このまま粘れるか。サイレンス鈴鹿、間から8番パタロペリー、間から8番パタロペリー、サイレンス鈴鹿が抜け出した。パタロペリーが差を詰めてくる。先頭竹豊とサイレンス鈴鹿、2番手にパタロペリー、先頭は10番サイレンス鈴鹿、パタロペリーが1着、あとは写真です。レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。いいですね。今週はレースがあります。適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場 2000m のスタート地点、果たしてどんなレースをするんでしょうか。
天皇賞秋 2000m、 まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは9番オフサイドトラップ、サイレンス鈴鹿が上がってまいりました。ちょっと離れて10番サイレントハンターであります、グルメフロンティア、外から1頭12番カタノペリー、そして6番手にランニングゲイルであります、ローゼンカバリーが並んでいます。その外からはステイゴールド、それからゴーイング鈴鹿、メジロブライト、その後ろサンバシンクライアって5番サンライズフラッグ、一番後ろに8番シルクジャスティス。緑の芝生は両方と発表されております。そして一番人気のサイレンス鈴鹿、なかなかいい感じ。それからサイレントハンター9番オフサイドトラップ、下がって3番手外を通って2番グルメフロンティア、カタノペリー、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。まもなく欅を通り過ぎていきます。差が開いてローゼンカバリー、内を通りまして4番ランニングゲイル、外を通りまして7番ステイゴールド。さあ栄光の天皇盾まであとは直線を残すのみであります。カタロペリーは5番手といったあたり、サイレンス鈴鹿が抜け出した。先頭はサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿が大きくリード。オフサイドトラップが2番手、先頭竹豊とサイレンス鈴鹿、外を通ってカタロペリーか、先頭は3番サイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿、先頭シルクジャスティスが差を詰めてくる。1着サイレンス鈴鹿。惜しかったですね。1着3番2着8番3着12番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。